どうも、竹の子塾の大久保です。今日も一緒にですね、勉強法の方をですね、見ていきたいと思います。で、今日見ていく勉強法っていうのが、この暗記のやり方ですね。こう、どうやって頭の中に、こう、残していくか、覚えていくか、というやり方を見ていきたいと思います。ね。で、今回ね、社会でね、習う、歴史の時間に習う、この墾田永年私財法ね、これの覚え方を、例に挙げて、ね、こういう覚え方をするといいんじゃないかな、という話をしていきたいと思います。ね。で、墾田永年私財法っていうのは、奈良時代にね、出た、法令、法律ね、決まりで、新しく耕した土地は、その人のものにしていいですよ、っていうね、そういう決まり、法律になります。はい。で、これをね、どうやって覚えるか、ね、1番目、分解して意味付けしましょう、ね。分解してってどういうことかっていうと、これ何せ長いし、言葉もちょっと分かりにくいっていうところで、まずこれをね、分解します。ね。どうやって分解するかというと、まず、墾田、ここで区切る、墾田、永年、私財、法っていう感じで、こうやって4つに分けますね。で、4つに分けて、ね、バラバラにしてあげて、で、意味を、ね、考える、意味をつけていくということができる。これだったら、墾田っていうのは、なんだ、荒れた土地とかね、荒れた土地とかを耕して、そして、田んぼにしていくことね、を墾田と言います。ね。で、永年というのは長い土地だから、大体永久にとかね、ずっとっていうことですよね。私財っていうのは私の財産ということだから、自分の財産。ね。で、法だから、決まりとか法令とか法律とか、そういうことですよね。だから、耕した土地っていうのは、田んぼにしたやつはね、もう永久に自分のものね、自分の財産にしていい、法令、決まりですよ、ね、そういうふうな意味なんだ、というふうに、こうやって分解して意味付けしてあげると覚えやすくなりますね。例えば電話番号とかもそうですよね。携帯電話とか11桁ですけれどもね、3桁、4桁、4桁って、こう分解してやって、で、それぞれになんか語呂合わせね、などをして、意味を無理やりつけて覚えやすくしますよね。それと同じような感じですね。これをバーンって出されて覚えろって言ったら難しいけど、こうやってこう分解していって、ね、それぞれ分解した意味をね、考えたりね、意味をつけていってあげたりすると、ちょっと覚えやすくなりますよ、というところです。そして2番目、因果関係ね、なぜっていうのを考えますとね、この例で言うと、墾田永年私財法が出たのはなぜか、ね、その原因を考えると、ね、原因も一緒に覚えると覚えやすくなる。ね。こっちに行くな。原因があって、そして結果が、この墾田永年私財法という形の結果が出ましたよ。ね。じゃあ墾田永年私財法が出た原因は何かってね、この例で言うならば、奈良時代っていうのは朝廷が農民たちに区分田って言って、これですね、区分田って言って、農民たちに土地を分け与えてあげてました。ね。で、その代わり、そのね、分け与えた農民たちが亡くなったら、死んじゃったら、それを朝廷に返さないといけない。ね。そういう、土地の仕組みで、奈良時代ね、成り立ってたんですけれども、農民の人口が増えたりするとね。で、そして区分田が足りなくなる。ね。でも、新しく耕した土地っていうのを、奈良時代は自分のものにできませんでした。ね。で、自分のものにできなかったので、誰も新しくこう、田んぼを増やそうとしなかったね。荒れた土地をこうね、耕して、で、田んぼにするということをしなかったね。なので、この区分田っていうのが足りなくなってしまった。ね。区分田が不足したとね。で、困った朝廷が、もうしょうがないなとね。区分田、農民ね、増えてきて足りないし、誰も耕してくれないしね。じゃあ、この墾田永年私財法ね、耕した土地はもうね、その人のものにしていいよ、ね。そういうふうにすることによって、区分田が不足しているのをね、解消しようとしたと、ね。だから区分田が不足したっていう原因があって、この墾田永年私財法が出たよ、ね。そういうふうに、因果関係ね、原因を知ると、ね、原因と結果でね、物事を捉えると、ちょっとね、そのことを覚えやすくなりますよ、というところです。そして3つ目、感情を利用する。ね。怒った怒りとか、嬉しい時ね、っていう時の、ことっていうのは、事柄とか出来事っていうのはね、よく頭に残りやすくなります。ね。なので、
まあちょっと難しいんですけれども、無理やりですね、こう、この、ポンデーネ資材法を、ね、感情を利用して、ちょっとね、覚えやすくしてみる。まあ例えば、あ、これからね、自分こうやって一生懸命耕した土地っていうのは、あ、これから自分のものにできるんだ、やったぜ、嬉しいぜっていうような、その農民の嬉しい気持ちですね、この感情をね、無理やり、こう、起こして、それをね、感情を噛み締めながら、本で NS 材法を覚えると、ね、感情に結びついた方がね、覚えやすくなるので、ちょっと頭に残りやすくなりますよ、とね。だからまあ、もし他にもなんかね、何がいいのかな、なんかちょっともし織田信長が、本能寺の変でね、明智光秀に殺されたっていうのを覚えたいときは、なんか明智光秀に殺されて、織田信長が、無念だ、悔しい、あともう少しだったのに、天下統一まで、みたいな、そういう、まあ、悔しい気持ちとかね、そういうのをね、感情をね、無理やりこう呼び起こして、それを噛み締めながら覚えると、ちょっと覚えやすくなるというところです。いいでしょうかね。で、次がですね、まあ、視覚化する。ね、まあ、視覚化するっていうのは、まあ、目に見える形にして、ね、それを目に焼き付ける。そういう感じで考えてもらうといいかなと思います。で、まあ、視覚化するために、この例だったら、まあ、資料集とかね、を見る。ね。で、その資料集の中の、まあ、イラストを見て、で、目に焼き付ける。もしくは、そういうのがなかったら、もう無理やり自分でね、絵を描いたりして、簡単なイラストとか描いたりして、目に焼き付けてもいいかと思いますね。まあ、例えば、本で NS 材法だったら、ちょっと、下手くそな絵ですけど、こうやって田んぼがあって、で、新しい土地を、こうやって、農民が、クワみたいなので耕してるとね。で、こういうふうにこうなんか草とかね、ボーボー生えてて、雑草のところをこうね、一生懸命ね、このコンデニエンス材法が出て、自分の土地にできるから、ね、この荒れ地を耕してる、ね、開墾してる。そういうふうなのを書いて、目に焼き付けるような形ね、視覚化する形でやると、まあ、ちょっと覚えやすくなりますよ、ね。で、今までね、1,2,3,4 とこの4つのやり方をね、見てきたんですけど、まあ、最終的にはこの5番に入るところがやっぱり一番重要かなと思いますね。最後ね、ここに何が入るかと、何が入ると思いますかね。うん、ちょっとわかる人。ね。で、これはですね、まあ、例えば小学校の頃ね、掛け算の九九を覚えた時ですね、どうやって掛け算の九九を覚えたかっていうと、陰一が一、陰二が二、陰三が三、陰四が四っていう風に、もう何回も何回も繰り返したと思います。繰り返す。最終的にはね、これやっぱ繰り返すことが一番重要ですね。で、なんで繰り返すと覚えやすくなるかっていうと、脳っていうのは基本的に、こう、生きていく上でね、大切だって思うことしか記憶に残さないようになってます。なので、コンデネース材法っていうのは、あんまりね、生きていく上で脳にとっては重要なものではないです。どちらかというと、あ、これを食べたら、これは、毒キノコだから死ぬとかね、あ、ここにはね、危険な動物がいるから近寄ったらいかんとかね、ここでは前ね、痛い思いしたからここには近づかない方がいい。そういうふうに、命のね、危険に関わるようなことって、そういうことをね、覚えるので、この本音にしていこうみたいなことは、普通は脳はあんまり覚えるの得意じゃありませんね。その脳にね、どうやってこのコンデネース材法を覚えてもらうかというと、何回も何回もね、まあ、例えば紙に書いたりね、コンデネース材法、コンデネース材法、コンデネース材法って唱えたり、まあ、あと何回もこうね、目で見ることによって、何回も何回もそのね、繰り返して、こう、なんだろうね、触れ合うっていうか、こう何回もこうね、繰り返して覚えようとすることによって、ね、脳がだんだん騙されていくんですね。あ、これ何回も何回もこう情報が入ってくるから、あ、もしかしたらこれ重要なことなんじゃないか、大切なことなんじゃないかとね、ちょっと脳が騙されるね。で、脳が騙されちゃうと、ね、この何回も何回もこの情報に触れ合うことによって、あ、これ重要なことだっていうので脳が取り入れて覚えてしまうという感じですね。最終的にはこのやっぱね、繰り返すっていうのが一番大事かなと思いますね。で、まあ、繰り返して覚えるんですけど、少しでもね、こう、馴染みやすくするため、頭の中にね、馴染むようにしたり、覚えやすくするために、こういうね、最初に説明したところっていうのもね、使っていけるんじゃないかなと思いますね。まあ、全部が全部ね、このテクニックね、なかなかまあ、使えないところもある
かと思うんですけれども、まあ、ちょっとでもですね、なんか暗記したりね、覚えたりするときにね、なんか利用できるところがあったらね、利用してもらうといいかなと思いますね。でも一番重要なのはやっぱりこれ、繰り返しということが一番大切だっていうのをね、頭に入れておいてください。そしたらですね、今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。